皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが室外骨脱臼などです。これらは先天適応が7割、環境適応が3割と言われています。環境適応は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には、床のコーティングがおすすめです。床のコーティングなら、セラフェのもとにお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸抜クイズです。犬の嗅覚は、匂いの種類によって感知のしやすさが違う。答えは丸です。人と比較した場合の犬の嗅覚能力は、腐敗バター臭であれば80万倍、ニンニク臭であれば2000倍、3臭であれば1億倍と、匂いの種類によって感知のしやすさが違います。そのため、人間より嗅覚が何倍優れていると単純に表すことはできません。通常、人間の100万倍から1億倍と表現されることが多いです。以上で愛犬丸抜クイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。